というわけで、えー、4月号の記事に入っていきたいと思います今月はですね、早いのでちょっと本が出来上がってないのでこれそうですねこれなんていうんでしたっけゲラですねゲラ、ゲラでいきますよこれ見れるのも、まあ、専,門専門用語と業界用語で業界用語ゲラゲラで構成紙ですねいきますよこれ見れるのもね、ここだけですからねレアですよというわけで、<laughs> 一つ目、こちらですはい コンタクティが撮影した衝撃の UFO 内部映像。ということですけれども、これはのイタリアです、イタリアのですね、はい、UFO 研究家の方、はいえー、ロベルト・ピノッティ博士が、はい、まあこのほど、まあ、UFO に関する書籍を、はい、イタリアで、えー、発売した、発表したといろろいでですね、うん、イタリア国内で起こっ UFO 事件、はい、コンタクティ事件っていう、うんまあ、いろいろこう詳細に紹介してるんですが中でも一番そのページを押さえているのがこのコンタクティ事件<ー>、まあ、コンタクティーっていうジャンルはね、はい、ご存知の通りそり宇宙人と地球人がねいろいろ交流して、はいね、中には UFO に乗せてもらう、うんね、人によってはその宇宙人の星まで行っちゃうとかね。ね 中には恋愛,恋愛関係になってね子供までもうけちゃったと、ね、いう、ね、話が、ね、ありますけどこの事件はです、ね、結構前なんですね、はい、1950年代のお<ー>事件で、えー、1957年,7年イタリアのアドリア海の大地地方の町で起こった目の前に UFO が現れ 宇宙人が現れ、はいはい、そして交流が始まり、うん、そしてついには UFO の中に招待されているおー交流言語は何,、ね、何なんでしょうね。イタリー基本はねコンタクトィ v の,のジャンルっていうのはみんなそうなんだけども、はい、まずはテレパシーあまずはだからテレパシーだからこうおなんていうの地球人の方はこは宇宙人が言ってることをこう理解するんでねううん、うん。だから頭の中で響いてきた。 それはあのみんな母国語まあ日本人だったら日本人の日本語として、ねうんうん、その頭の中でこう理解する、はい、アメリカ人だったら英語としてこう理解すると、はい、で中には、ね、その宇宙人の方もそれに合わせて英語だったり、ねうん、日本語だったり、ねうんまあ、そりゃそうですよね今だってさもう自動で、ね、翻訳できるアプリあるんだから。からね、もちろんね語りかけちゃえば